ケープタウン大学によるオープンアクセスウィークにおける活動の概要オープンアクセスウィークとはオープンアクセスや関連する話題を扱った年1回開催の学術情報流通イベントで10月最後の完全な週に世界中の多数の場所でオンラインオフラインの両方で開催されている。主な活動にトークショー、セミナー、シンポジウム、オープンアクセス義務や他のオープンアクセスに関する マイルストーンの発表がある。例として、王立協会は、オープンアクセスウィーク2011にて1665年から1941年までの、自身のアーカイブでのデジタル化バックファイルのリリースを発表した。オープンアクセスウィークのウェブバラーリンカーン大学が、オープンアクセスウィーク2010を祝して作った。 オープンアクセスのロゴをあしらったケーキアリゾナ大学で2011年10月25日に開催されたイベントの一例オープンアクセスウィークのルーツは2007年2月15日にアメリカ合衆国で開催されたスチューデンツ・フォー・フリー・カルチャーとタックスペイヤーズ・アライアンス主催によるナショナル・デイ・オブ・アクション・フォー・オープンアクセスである2008年10月14日に世界規模のイベントとして オープンアクセスデーに移行した。2009年よりイベントの期間が1週間に延長され10月19日から23日まで開催された。2010年は同月18日から24日まで開催。2011年から同月最終の完全な週に設定された。2012年は研究図書館協会のスパークと他の科学協会による。 主催で10月22日から28日まで世界中で行われた。オープンアクセスウィークで行われるイベントは国や大陸別のオープンアクセスディレクトリのオープンアクセス説で記録される。ありがとうございます。